アルチビオ披露展へようこそ。ようこそ。はい、今日ですね、この後アルチビオさん披露展でライブ配信をさせていただくんですけど、その前 YouTube 撮影したいなということで、今から撮影したいと思います。はい、いいですか。はい。はい、ということで4月から6月の振り返りとコメントを読んでいきたいと思います。山ちゃんが、カメラマン山ちゃんがまとめてくださったので、ちょっとそれをね読んでいきたいなと思います。山ちゃん、ありがとうございます。はい、はい、まず4月7日公開、純ちゃん職質されてました。はい、すみません、ちょっとあの自分のメモなんでそのまま読んじゃうとなんか職質されました私が。はい、でコメントではですね、職務質問じゃないとか、まあ、男前で可愛いですとか、キスでかっこ可愛いとか、まあ、すごいコメントをいただいていたということで、まあ、そういう風にいただけるのすごい嬉しいなと思います。はい、なかなか、まあ、ゴルフがなんかメインの仕事みたいな思われがちで、まあ、今でも言われるんですけど、あの職質が出たとしても言われるんですけど、まあ、いろいろやってるっていうのを、まあ、皆さんにねちょっとずつ発信できたらなと思って撮影したんですよね。はい、はい、次4月8日公開、中里幸之助プロ、奥さんちなっティ、そしてさやかちゃんとのラウンド動画、まあ、これは中里ファミリーマジうまいとか楽しみとか、ゴルフカップルのいいところが見せられた動画になったと思います。ね、山ちゃん、はい、そう、見てて楽しかったです。僕はあの時行けなかったんですけど、すごい楽しそうでした。そうね、すごい楽しかったですね。まあ、3人ともすごいやっぱ仲いいし、もちろんだけど、私一人が逆にアウェーみたいな感じで撮影だったそうねなんかあれみたいな、ポツンみたいな感じだったけど、やっぱ中里プロもツアーとかにも出てるだけあって、一味二味違う、もう上のプレーを見せていただけたので、すごい楽しかったですね。はい、これ山ちゃんの個人的には、そう、なんか個人的には、うん、なんだっけ、夫婦の出会い4月12日公開の、そう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 、なんかそう、夫婦の出会いとか、なんかその夫婦についてみたいな、うん、なんか、うんうん、質問みたいのが、確かに、そう、すごいなんか、うん、なんかちょっと幸せそうでいいなみたいな感じで、ちょっとニヤニヤしちゃう感じだった、ね、しちゃう、うん、見ててしちゃってたもん、うん、恥ずかしかったよね、あ、聞いてた、こちらも、うん、おい、のろけかよみたいな、本当だよね、そうみたいな、なんかすごいね、二人もね、なんか仲良くて、夫婦が助け合ってるんだけど、もうその姿もね、なんかにゃー、くそー、羨ましいってなっちゃったねはい、次ですね、4月16日公開のあきちゃんと上達企画で、まあ、マリンちゃんとみなみちゃんが出演してくださいました。で、みなみちゃんはヘッドスパの施術をしていて、マリンちゃんは現役大学生で、まあ、これをきっかけに動画に出てもらってます。はい、で、まあ、その中でね、マリンちゃんめっちゃ上手とかポテンシャル感じるとかっていうコメントを結構いただいたので、今まあレッスンとかも、うんうん、お願いして出てもらってます。で、ちょうど昨日からゆーちゃんのレッスンで公開されてます、うん、あ、そうだね。で、まあ、この時ねすごい大変だったのか、そうメモしちゃったそれ山ちゃんが山ちゃん、カメラマンがもう MVP だっていうコメントがあってね。そうなんですよ。で、すごい、この時もなんか山ちゃんがめっちゃ喜んで、俺 MVP 取ったよとか言ってた。なんかもうみんなに、知ってる人みんなに言いふらした。MVP 取ったって。はい。ありがとうございます。うん、なんか今後も頑張って。相当ごちゃごちゃしてたんだろうね。うん、あっち行ったりこっち行ったりね。うん、走って。うん、いい動画を撮れるように頑張ります。MVP おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。はい、次ですね。5月3日公開、
温泉ゴルフ旅行、湯ヶ島ゴルフクラブ&ホテルリゾートさん、まあ、私とゆっことたいちゃんとほのちゃん、この4人で行ってきたんですけど、まあ、このコメントでは、まあ、これこそリンゴルフですよ楽しいとか、まあ、あのこういうの見るとゴルフしたくなるよなるとか、あと、まあ、全員辰年だったってことで、まあ、その辰年がすごい、そうコメント欄で辰年っていうのがめっちゃ湧いてました、うん、俺も俺もみたいな感じで辰年がコメントしてた、なんで呼んでくんないのってみんななんかなるほど、ね、すごい湧いてましたね。まあでもね、本当に一回り違う世代なのに、まあ、一緒にゴルフ、あ、まあ、ゴルフっていうのはそういうの関係なくできるっていうのが、やっぱねゴルフのいいところだなと思った旅行でした。それも行けなかったんだよな。そうだね、山ちゃんのね、なんか意外とそういう盛り上がったそのやつに来てないかもね。そう、動画で見てて楽しそうと思って見て、うん、そうだね。この時あれだよね、プロテスト一時が終わったのかな、うん、ほのちゃん、たいちゃんが、ほのちゃん、たいちゃん一時、プロテスト一時が終わって、まあ、ほのちゃんは2時に行くよっていうお話だったんですけど、うん、まあ、またね、8月9月で今年のプロテストをまたお二人受けるということで、引き続き応援していきたいなと思います。はい、はい、で次は5月13日公開、ゆいちゃん久しぶりの登場で、まあ、レッスンをね、新しいレッスン企画という試みで、まあ、ドローとフェード、ウッドのダフリ、トップをなくすポイントっていうのをやっていただいたんですけど、やっぱゆいちゃん大人気で、もうやっぱゆいちゃんの動画再生数伸びるっていう感じで、そう、さっきの辰年もすごいコメントあったんですけど、うん、ゆいちゃん可愛いも、そうね、もうなんかもうゆいちゃんもう大草原のようにボコボコボコってもうコメントが、コメント量がやっぱ待ってましたって感じでした。ゆいちゃんの動画はすごい入りますよね。そう、ゆいちゃんなんか、まあ、ゴルフのイベント、あのご自身でゴルフのイベントの企画とかしてるみたいなんですけど、そうそう、レッスン企画かな、うん、まあ、それもすごい大好評で、うんうんうん、まあ、リンゴル見てるとか結構言われるみたいで、そう、なので、まあ、ゆいちゃんの、ね、そういう企画もぜひ皆さん参加してみてもらえたらなと思います。はい、で5月19日公開、じゅんちゃん一人ラウンド中にクイズリンゴルフをやってみた、これね、これはね、まあ、本当に当日たまたま一人で撮影することになっちゃって、まあ、山ちゃんがちょっと早く来たからって言ってちょっと早く来てもらって、ずっと10問クイズ考えてる、当日にね、裏話、裏話、それです、裏話ですねもう朝からマジかとか思ったんですけど、もうしょうがない、動画も撮らないとと思って行ってね、初めてああいうよなんか企画をやってみたっていう感じなんですけど、うん、まあもし、ね、好評であれば第2位だもうちょっと簡単なやつがいいのかな、うん、まあでも面白かったけどね、うん、たまにやるのはいいかなと思ったかな、うんうんうん、またちょっとねそういうのやってみたいなと思いました、クイズリンゴルフを、はいはい、楽しかったですね、はい、はい、次6月は6月はね、レッスン結構多かったんですよ。あ、まあ、そうだね、ゆうちゃんもそうだし、うん、あのマイケル長谷川さん、うん、あと松本一成くんもやって、うんうん、結構レッスンに力をどうしても梅雨で、あ、そうね、そうそう、外の撮影が難しいっていうので、はい、ちょっとレッスンをいろいろやってみようっていうので撮った月でした、うんうんうん、確かに結構レッスンが多かったなと思います。6月4日公開、一成くんの速効果、ヘッドスピードを上げる方法、ドライバーの飛ばし方、これが10万再生いったんですか。そうこの中でもうそれがだけが、あ、伸びてるんですか。突き抜けてました、あの昨日見たら、あ、びっくりしちゃった、急に伸びてるんだね。そう、びっくりしちゃった。最初別に普通だったよね。普通だった、いつも通りの感じだったけど、うんうん、なんか昨日見たら、うん、あれみたいな、ゼロ1個多いぞみたいな感じの、あれかな、まあ、伊勢くんテレビ出たりとかしてるから、確かにね、そのおかげでもしかして、うん、検索されて、そう、でもあれね、コメントすごくて、みんなやったらみんなヘッドスピード伸びたって言って確かに、そう、うん、私もだって200ヤードぐらいだったのが230まで出たから、すごかったですよ本当に。5回ぐらいしか振ってないのに230ヤード出ちゃったっていう。そう、これは視聴者さんもすぐ体感できたあれなんで、うん、まだ見てない方はちょっと見てほしい動画です。そうですね、
まあ、今ねゴルフを始めた方っていうのが結構増えてきたっていうので、まあ、レッスン系とかもいろいろこう盛り込みながらやっていきたいなと思っております。はい、次6月14日4年ぶりに出演のアリサちゃん美人広報担当とラウンド、これアルチビオさんで今働いているアリサちゃん今ねに出ていただいた動画なんですけど、まあ、昔よりもすごい上手になっていて、しかも大人になっていて相変わらず可愛いなっていう感想でした。うん、この後ね、うん、あ、インスタライブ、そう、この後インスタライブやります。でそのコメントではね、やっぱゴルフに対する所作が素晴らしいとか大人になってるとか、まあ、そういったコメントをたくさんいただきました。はい、マリサちゃんがなんか小走りしてるところもすごい可愛いみたいなねコメントとか入ってましたね。で後半はプレゼント企画をかけた対決動画をして、アルチビオさんからキャディバッグ、ボストンバッグ、カートポーチ、クラブケース読んでいただいて、まあ、これからインスタライブで発表ね。はい、であのもうこの動画は発表が終わってるん で、 あ、そうです、ね、概要欄にもうあの一応あの、うんうん、当たった方、あ、ニックネームはもう貼らさせていただこうかなと思ってます。あの、はい、見過ごしちゃった方のために。そうですね、おめでとうございます。こんな感じで4月から6月はいろいろこう喋りながらリンゴルフらしさを少しずつできたんじゃないかと思っております。はい、これからも、まあ、リンゴルフらしいラウンド動画、それから視聴者さん向けのレッスンと、あとプロテストを受けてたりとかする子たちの対決動画、賞金をかけた対決動画っていうのを、まあ、やっていきたいなと思っております。はい、ということで皆さんやってほしいなと思う企画がありましたらぜひコメント欄にお願いいたします。